ヒルシュベルクアンデアベルクシュトラーセはドイツビュルテンベルク州ラインレッカー群に属すマチソン。この町は総人口240万人の人口集中地域ラインレッカー大都市圏に含まれる。現在の自治体はそれまで独立した自治体であったグロースザクセントロイタースハウゼンが1975年に合併して成立した。どちらの地区も長いアイプファルツ選定抗量に属した。 村であった。ヒルシュベルクは、ラインネッカー北部、ヘッセン州との宗教から遠くない場所に位置する。直接境を接するのは、北が方園作戦、東が立ンバイアー、いずれも大規模軍都市バインハイムの宿である。南には、シュリースハイム、西には、ヘッテスハイムが隣接する。最寄りの大都市は、ハイデルベルクが南1 2キロメートルに、 マンハイムが西1 6トルに位置している。自治体としてのヒルシュベルク・アンデアベルク・シトラーセは、かつては独立した自治体であったグロース・ザクセン地区とロイタース・ハウゼン地区からなる。旧自治体グロース・ザクセンには、グロース・ザクセンのほかホイザー・アム・ロイタース・ハウゼナーベグ、ベルツ・ブッケル、コールバッハが含まれていた。旧自治体ロイタース・ハウゼン・アンデアベルク・シトラーセは、 同盟の集落だけからなっていた。旧自治体グロースザクセン地区内には、廃村のマールバッハが含まれる。長域は、オーバーライン地候帯外縁部のオーデンワルト西側の、都市部沿い、ベルクシトラーセ沿いの標高100メートルから455メートルに位置する。グロースザクセンは、アプヘルバッハ側の渓谷の出口にあたる。この川は、住宅地では、暗闇となって、 西に向かって流れる。連邦道 B3 号線の東側は、熱海王自然公園の一部である。自然公園内の未開墾の土地は、ほぼ全域が、ベルクシュトラーセ北景観保護区に属している。ここは、ライン地高帯から、オーデンバルトへの移行部にあたる人気の保養地であり、1997年に保護区に指定された。町域の面積は1235ヘクタール強である。 その23.8%が住宅、交通用地、42.1%が農業用、地、33.1%が森林である。バーデンのベルクシュトラーセの気候は年中とても穏やかである。この条件はヒルシュベルクに収穫豊かな農業をもたらす。最寄りの気象観測所があるハイデルベルクの1971年から2000年の 平均気温は摂氏11.1度、平均年間降水量は745ミ、mm、リメートルであった。最も暖かいのは7月で、平均気温は摂氏20.1度、最も寒い1月の平均気温は摂氏2.5度であった。成果には摂氏30度を超える日も珍しくない。降水の多くは7月に降り、2月が最も乾燥している。 ザクセンハイムの名前は、現在の方園ザクセンのあたりに定住していたサハスト、族あるいはセイチェ所族と呼ばれる人々に由来する。ロイタースハウゼンは、もともと、フスンという名前であった。これは、家のある場所の意味である。ローターが寄贈したことを受けて、ロースリシュソンと呼ばれるようになり、リーザーシューソン、ルターズハウゼンと変遷していった。ヒルシュベルクは、新しい地名で、 かつてこの地にあった貴族ヒルシュベルク家に由来する。ヒルシュベルクのビラルスティカグロース作戦で最も古い遺跡はケルト人がこの地に住んでいたラテーヌ時代であった。ローマ帝国統治時代にはハイデルベルクからキビタスウルピアスーボーラムニクレンジームの主流であるラッポデューナム、グロースハウゼンを通りマイン川やタウヌス川に至る軍事通商道路が通っていた。 アップフェルバッハ川沿いにはローマ人の別荘が設けられていた。後の民族移動時代にはアレマン人やフランク人が住み着いた。グロース作戦の北部ではメロビング町時代の列上集合墓が発掘されている。779年にサハッセンハイムはロルシュ文書に初めて記録された。これはリュッツェル作戦、ホーエン作戦、グロース作戦の3つ。 集落を合わせた故障であったと考えられている。ゴビのハイムは、フランク人が支配した時代に設けられた集落であることを示している。ザクセンハイムの3つの集落の厳密な区分は、次の時代になるまで文献上では見られていない。877年になって、初めて、サハッセンハイムマイナー、サハッセンハイムスーペリア、サハッセンハイムメジャーの区分が見られるようになった。 ロイタースハウゼンは877年に封鎖として初めて記録された。この記録には貴族のローターアが所領をロルシュ修道院に寄進したことが記されている。897年の文書にはロースリシュ村の記述が見られる。ザクセンの集落に比べ遅くできた集落ということもあり、当時はより小さな集落であった。10世紀にロイタースハウゼンに ロルシュ修道院の行政機関が設けられた。この役所は、ロイタースハウゼン自体のほか、リュッツェル作戦、ホーエン作戦、グロース作戦及び、平下を管轄した。ロルシュ修道院の領主権は、12世紀の終わりには、ライン級中白の霊園として、マルクバートフォンアンバイラーのものとなっていた。この霊園に対する支配権は、皇帝範囲に広くせいに一旦渡ったが、 その死後に、ライン級中白に戻された。13世紀に、レーン領主が断絶したため、グロースザクセンは、プファルツ選定校の直轄地に組み込まれた。ケップフレトリデアと1142年、自由貴族のヒルシュベルク家について、初めて記録されている。この貴族家は、ロイタースハウゼンの高台にある城を本拠地としていた。そこには現在、 森の中に二つの城のわずかな痕跡が残されている。ケップフレトリデとヒルシュブルク城である。発見された当編の記述によれば、ケップフレトリデがヒルシュベルク家の本来の城であり、ヒルシュブルク城は後にシュトラーレンベルク家となる分家筋が建設したものであった。この分家は13世紀にシュリースハイム近郊の新しい所領にシュトラーレンブルク城を築いて移り住んだ。いた。 ヒルシュベルク城は13世紀にライン級中博のミニステリアーレを務めたヒルシュベルク家に与えられた。彼らはホンヒルシュベルクと名乗り霊園の代官としてロイタースハウゼンの土地と領主の権利を1611年に断絶するまで保持し続けた。1369年からクロースザクセンはプファルツ選定工領の裁判区エプフェルバヒャーゼントの本部所在地となった。 この裁判区にはロイタースハウゼンも含まれたが、1475年以後は、シュリースハイムの管轄に移された。1611年に、ヒルシュベルク家が断絶するとロイタースハウゼンを含む、霊園は、プファルツ選帝校に返納された。30年戦争とプファルツ継承戦争で、グロースザクセ戦もロイターハウゼンも、被害を受けた。30年戦争の間に、この霊園は、 バイエルン選定校のものとなり、その領主権は1700年頃にビーソ博に落ち着くまでは様々貴族の間を転々とした。ビザー博は1716年までには上官を築いた。この城は現在でもこの家の指定である。帝国代表社会議主要決議に基づき、この町を含むラインガワウガン全域は1803年にバーデン領となり、アムト・バインハイムに編入された。 1849年の革命の際には、グロースザクセン近郊で革命軍とプロイセン軍の戦闘が行われた。1892年、ロイタースハウゼンに水道が敷設され、1912年には電力網も整備された。政治的には1871年には自由党が最も有力な政党であった。バイマル共和制時代にはロイタースハウゼンでは、 中央党がグロース作戦ではドイツ国民党が最有力政党となった。1933年の選挙では NSTP がそれぞれの地域で46%と55%の票を獲得した。1964年に州当局はロイタースハウゼンの公式な町名をロイタースハウゼン・アンデアベルクシュトラーセとする請願を許可した。 バーデンビュルテンベルク州の市町村再編の枠組みに、従って、1975年1月1日に、グロースザクセンとロイタースハウゼンは合併し、ヒルシュベルクアンデアベルクシュトラーセが成立した。ロイタースハウゼンと、グロースザクセンは、中世においては、方園ザクセン市司祭区に属した。ロイタースハウゼンに独立した司祭区が設けられ、グロースザクセンのアプフェルバッハ側から、 南の一部がその管轄下に置かれた。北部は方園作戦の管轄下に残された。1556年に選定校、オットハインリヒが宗教改革を行い、その後のプファルツ選定校下の信仰の変遷をすべて体験することとなった。18世紀には改革派教会の信者が多数であった。グロース作戦には20%程度の カトリック教会信者がいた。19世紀にはこの比率が変化し、1807年には、すでにカトリック信者は、ほぼ40%で力のある少数派となっていた。第二次世界大戦後には、難民野球ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから放区民の受け入れによりこの比率は大きく動き、1961年には、グロース作戦では1、 3. ロイタースハウゼンでは51%がカトリックの信者であった。現在、両地区は両州派それぞれの同じ教区に含まれている。プロテスタント教会は、バーデン地方教会ラーデンブルクバインハイム、教会管区に、カトリック教会は、フライブルク大使教区ハイデルベルクバインハイム、主席司祭区に属す。グロースハウゼンとロイタースハウゼンには16世紀に、 初めてユダヤ人の記録があり、17世紀末に再び記録されている。ユダヤ人が最も多かったのは、グロースザクセンでは1807年の47人、シナゴーグが設けられていたロイタースハウゼンでは1864年の165人であった。その後都市部への移住が起こり、1930年にグロースザクセンのユダヤ人組織は解体された。 1933年には55人のユダヤ人が残っていたが国家社会主義者の迫害により亡命したり都市部へ逃れたりした。その後少なくとも10人が連行され殺害された。17世紀に戦争のために減少した人口は19世紀半ばまで大きく増加していった。工業化が始まるとマンハイムへの人口流出による人口減少があったが その後人口は再び増加した。第二次世界大戦後、この街は多くの疎開者や難民を受け入れ、1950年までに人口は戦前の60%以上も増加した。1956年まで軽い減少傾向にあったが、モータリゼーションの普及に伴い、職場のある周辺の都市部へヒルシュベルクから通勤することが可能になると、 通勤労働者らにより人口は再び増加した。1993年建造のヒルシベルクの町役場。金はマイセンの時期でできており、1日3回鳴らされる。議会は5年ごとの直接選挙で選出される20人の議員からなる。これに市長が議長として加わる。バーデンビュルテンベルク州の地方選挙法に基づき、 投票は、累積式、伊藤派連基方式で行われる。主長は8年ごとの直接選挙で選出される。町が成立した1975年から2007年まで、ベルナー・エールドルフが主長を務めた。2007年4月から彼の公認として、マヌエル・ユストがこの職に就任した。 ユストは2018年6月の選挙で、隣町のバインベルクの上級市長に選出されたが、選挙訴訟のために就任したのは2019年5月になってからであり、それまでヒルシュベルクの町長に留まっていた。2019年8月の選挙で、ラルフ・ゲン・シルトが新たな町長に選出された。古い教会石。鹿の角の衣装が使われている図柄、銀字と赤字に、 左右に分割。向かって左は中央部に青い波みがあり、その上部には緑の軸がついた赤いリンゴ、下部には黒い記号。向かって右は直立したい筒の先端を持つ右の鹿の角。この紋章は1977年に認可されたものであるが、それ以前の両地区が独立した自治体の頃の紋章に基づいている。向かって右側は グロースザクセンのマークの上にアプフェルバッハ川を描いている。五つの先端を持つ鹿の角は、ロイタースハウゼンの高台にある城を本拠地としたヒルシュベルク家の紋章に由来する。旗は赤白である。ローマ時代の別荘農場の遺跡は1984年から1987年に州の文化財局によって発掘された。浴場跡は破壊されたが、 多くの部屋からなる本館とその前の池の跡が保存され一般に公開されている。これに加え多くの貨幣、ヘアピン、ゲームの駒、サイコロ、刃物のグリップや宝石のリングなどが発掘されている。ヒルシュブルク城市ケップフレトリデアとはロイタースハウゼンの南東にある方園バイトの400メートルの高さの尾根にある。平坦にならした土地に人工的な森土があり、 リング状の壁で囲まれている。ケップフレトリで後から谷間の道を北西に500メートルほど行くとヒルシュブルク城市がある。この城は高さ300メートルの丘陵の突出粒上に位置する。平坦にならした土地に河口岩の霧石で作られた円形のベルクフリートの跡が残されている。ビザー博の上官ビザー博の上官は1710年から1716年に ヨハミア・コプリッシャーにより建設された。ファサードはルネッサンスからバロックへの移行期の北イタリア様式で作られている。1730年には上巻庭園が完成した。この庭園にはギリシア神話の神、四季、天使やプファルツ選定校下の人々をかたどった11体の像が置かれている。これに付属建築物の10分の一税倉庫、ナヤ、オランジュリ、 黒い聖母を治める、ロレート礼拝堂が建築上のアンサンブルを形作っている。この城は1989年に保護文化財に指定された。カトリックの巡礼教会である洗礼者、聖ヨハネ教会堂は1905年から1907年に、ネオゴシック様式でロイタースハウゼンに建てられた。フランツ・ハウシュによって作られた主祭壇及び脇祭壇は、 木彫作品として重要なものである。以前は、ロレート礼拝堂の近くにカトリック教会があった。この古い教会から、生体験時代や1760年の生意物の十字架、黒い聖母が移された。巡礼は1742年に、ロレート礼拝堂が性別されてから行われるようになった。聖書の内容をかたどった庭園を持つロイタースハウゼン、 のプロテスタント教会は町の高台に位置する。教会の塔は14世紀の前半に建てられたものである。ファサードに掲げられた2つのヒルシュベルク家の紋章が建設者を思い起こさせる。尖った、拡水系の屋根は1811年に設けられた。4階建ての長堂はラバリアッティの設計に基づき1783年までに建てられた。 多角形の内陣は1898年の建築である。グロースザクセンのプロテスタント教会は同じ場所に1496年に建てられた礼拝堂に遡る。現在の建物は1760年から1762年に建設されたもので、18世紀のプロテスタント教会に典型的な浴労付き教会建築である。特徴的なギボシ型の屋根を持つ、 バロック様式の塔は、グロースザクセ戦の象徴的建造物である。カトリックのキリスト系に非教会は、グロースザクセ戦の振興住宅地がある高台に1965年に建てられた打ちっぱなしコンクリートの建造物である。本堂と離れた円形の塔は頂上に十字架をいただく高さ30メートルの塔である。1980年に5つの鐘が取り付けられ、 プロテスタント教会の鐘の響きと調和するようになった。教会ホールは放物線で構成される平面図を持ち深い切り妻屋根で覆われている。ロイターハウゼンのシナゴーグは1867年から68年にシュリースハイム門沿いに建てられた。その後多くのユダヤ人家族が国家社会主義による迫害でロイタースハウゼンを離れ、 シナゴーグは1938年5月にロイタースハウゼンの町の所有物となった。このため、同年11月の排斥運動による破壊を免れた。1972年にシナゴーグは保護文化財に指定され、大掛かりな修復の後、2001年から文化、スポーツイベントに利用されている。この町の大きな催し物としては、 毎年7月のシュトラーセンフェスト、8月のガスセンケルベ、9月のシュトルヒエンケルベがある。1999年から9月にオーデンバルトバイクマラソンと題する自転車レースが行われている。ロイタースハウゼンは SG ロイタースハウゼンのハンドボール男子チームの活躍で全国的に有名である。このクラブチームはハンドボール及びフィールドハンドボールで何度も ドイツチャンピオンあるいは準チャンピオンになっている。ヒルシュベルクはベッドタウンである。労働人口の90%が周辺都市、特にバインハイムやマンハイムに職場を持ち、毎日通勤をしている。ヒルシュベルクには鉄道やアウトバーンに沿って産業地区が設けられ、約1000人の職場がある。連邦道 B3 号線上を走るエック、グロースザクセン、ロイタースハウゼンの 両地区を貫いて、連邦道 B3 号線が、バインハイムからハイデルベルクへ通っている。これと平行に1960年代に作られた、連邦アウトバーン A5 号線が走っており、ヒルシュベルクインターチェンジが設けられている。マインネッカー鉄道は、町の外れを走っており、グロースザクセンとヘッテスハイムの中間に、両者の名を取ったグロースザクセンヘッテスハイム駅が設けられている。 B3 号線沿い、一部はその路面上を、オーバーライン鉄道が通って、ベルクシュトラーセ沿いの周回コースで、バインハイムとハイデルベルク及び、マンハイムを結んでいる、バス路線は、バインハイム、ヘッテスハイム、オーデンバルト行きがある。ヒルシュベルクは、ラインネッカ交通連盟のサービス地域に含まれる。ヒルシュベルクの話題は、ラインネッカイコールザイトゥング、バインハイマーなリヒテン。 マンハイマー・モルゲンに掲載される。グロース・ザクセンには基礎家庭学校がある。ロイタースハウゼンのマルティン・シュテール州では職業実家学校を併設した基礎家庭、本家庭の全日制の学校である。町は両地区に文館を持つ図書館を運営しており、ロイタースハウゼンにはカトリック教会が運営する図書館もある。 バーデンベルクシュトラーセ市民大学はロイタースハウゼンに文献を有している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。